市民球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の鈴木、対するドラゴンズの先発は右の梅津。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の鈴木、マウンドに上がります。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは後藤。背番号53。第1球投げました。決まってストライク。第2球ボール。第3球を投げました。空振り。次は4球目、投げました。内角際どい球ボール。第5球投げた。インコース低め、見逃し三振。バッターは2番溝脇。背番号48。第9投げた、打ちました。ファールボール。第2球投げた、打ちました。ファール。第3球を投げた、打ちました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番福本。福本、背番号23。第9投げた、初球はストライク。いきなり151キロ。第2球打った、センターへのフライだ。掴んで、これで3アウトになります。鈴木、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者福田。第9投げました、見送ってボール。さあ、次の投球、低め外れてボール。第3球を投げました、インロー見送ってストライク。次が4球目、投げました、打った、当たり損ねのファーストゴロ。片山、自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番どの上。背番号63。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げた、打ちました。ファールグラウンド、ボールを掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番石垣。背番号30。第9ストライク、いきなり150キロ。1球目空振りから、第2球このボールも空振り、タイミング合いません。投球は3球目、投げた、外角低め、空振り三振。鈴木、最後は空振り三振で打ち取りました。2回の表が終わって1対0です。3回の表、1点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターはアキーノ。投げた、まっすぐ見送ってストライク。いきなり151キロ、見送ってストライク。第3球を投げた、低めのボール引っ掛けた、ファールボール。第4球を投げた、インロー、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは8番ミヤ。第9投げました、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ、見送ってストライク。追い込んで、第3球をボール。第4球を投げました、内角、空振り三振。3者連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただき、バッターは9番ハマ。背番号37。第9投げました、アウトローを見送ってストライク。まずは入れてきました、ストライク。追い込んでから投げました、インロー、直球は外れてボール。投げました、アウトロー、空振り三振、ボール球で仕留めました。リプレイをご覧ください。鈴木、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは後藤。第9ストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、148キロ直球、空振り三振。鈴木、3球で仕留めてみせました。バッターは2番溝脇。第1打席はショートフライに倒れています。さあ、次の投球、高速スライダーボール。第3球を投げた、ストレートはボール、アウトコース低め。投げた、打ちました。
ヒット。溝脇ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは3番福本。第1打席はセンターフライに倒れています。決まった、ストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目。148キロ直球、空振り三振。鈴木ナイスピッチング。第9球変化球はアウトローへ、ボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。鈴木毎回奪三振を続けています。4回の表が終わって1対0です。5回の表1点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃、先頭バッターはどの上。第1打席はファールフライに倒れています。投げました、2球目空振り。追い込んで第3球を見逃し三振。鈴木3球で仕留めてみせました。先ほどのプレーです。バッターは6番石垣。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた、ボール。第3球はスローカーブ、ボール。インコース低め、投球これから4球目、外れた、ボール。第5球投げた、外角低め、見送ってストライク。さあ6球目投げた、サークルチェンジ、見逃し三振。さあリプレイです。バッターは7番アキーノ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、打ちました、キャッチャー落下点。取ってこれで3アウトチェンジ。続きここまできっちり1安打ピッチングが続いています。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターはミヤ。今日の第1打席はスイングアウト。1球目ストライクから内角低め見送ってストライク。これで追い込みました。1球外した、ボール。第4球を投げた、打った、ファール。第5球投げました、打ちました、三遊間のゴロ。一塁送球、あっと送球それた、記録はヒット、記録はヒットです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。左対左の勝負になります。第1打席はスイングアウトの三振に倒れて、あっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。あっとショーフライになった、掴みました、送りバント失敗。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。背番号2。第9投げました、初球を打った、ショートバウンド、ボールを取った、北条うまくさばいています。3アウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁。6回の表が終わって1対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは福本。今日はセンターフライで三振。初球空振りから高速スライダー見送ってストライク。これで追い込みました。投げました、ボール。外へ。さあ4球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9球初球空振り。第2球投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。アウトコース、ボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振。2者連続三振。バッターは5番堂上。今日はファールフライと三振。初球から打ってった、ファールボール。第2球投げた、インコース低めストライク。追い込んでから投げた、149キロ直球、空振り三振。鈴木見事なピッチングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。鈴木ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは石垣。ここまで2三振といいところがありません。投げた、見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、149キロ直球、空振り三振。
石垣全くタイミングが合いません。バッターは7番アキーノ。今日は三振とファールフライ。これは引っ掛けた、ファール。第2球、2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んで投げた、外角低め、見逃し三振。鈴木ナイスピッチング。バッターは8番ミヤ。第9球投げました、ストライク。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を投げました、打った、センターへ飛んだ、ヒット、センター前ヒットになった。ミヤいいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは9番ハマ。今日は三振とピッチャーフライ。ボール。さあ次の投球、インコース低め、高速スライダー外れてボール。見送ってストライク。投げました、4球目空振り、少し迷ったか。第5球投げました、スローカーブ、空振り三振。鈴木ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。ドラゴンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッター郡司。第1球内角低めいっぱいストライク。第2球投げました、打ちました、ファールボール。追い込んでから第3球を1球外してボール。投球これから4球目、変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは2番田中。投げた、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。打った、これはセカンド正面、一塁へ送る、アウト、あと1人。バッターは3番福本。タイガース、ここは何としても抑えたい場面。初球決まってストライク、まずは入れてきました、ストライク。さあいよいよあと1球、投げた、変化球、空振り三振。福本全くタイミングが合いません。鈴木見事な完封勝利、タイガース1点差で逃げ切りました。敗戦投手は梅津。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。